はいどうもこんにちは、俊二です。今日はですね、Amazon Japan ではなくて Amazon USA で購入した、たくさんのね恐竜商品の方、どんなのを買ったのかサクサクっとね、ご紹介していきたいと思います。まず手前の方からね、マテルの、ジュラシックワールドのフィギュアですね。ティラノサウルスレックスって書いてます。これね、もっと大きいのが届くのかなって思ってたら、サイズね小さいんですよ。アニアよりちょっと大きいか同じぐらいのサイズですね。で、値段の方が15ドルでした。今ね1ドル105円とかその辺かな。で、考えると1600円とか700円とかその辺ですかね。で、次がめっちゃね可愛らしい箱です。これね恐竜関係なさそうですけど、開けると中にはこうカラフルなねこう卵があって、この中にこうね卵型のこう恐竜が入ってます。変形するやつですね。最近こんなやつねご紹介しましたよね。こちらの方、4種類入ってます。これ値段の方が、11.98 ドルとなってました。で、その下に置いてあるのがこちらですね。バイクに乗ってる恐竜いやなんかめっちゃかっこよくないですかこれね。ティラノサウルスとトリケラトプスの2体入ったセットになってますね。プルバック式でね、なんか遊びにも使えそうだし、飾るのにもなんか良さそうだなって思ってね今回購入したんですけど、こちらねお値段の方が 15.99 ドルとなってました。一応ね値段の方言ってるんですけど、もう軽くね参考程度にしてもらったら、あの送料とかねすごい高いんで。で、次がねこちら、なんかねパッケージめちゃめちゃ可愛らしいんですけど、あのねカミカミコレクションの恐竜にねすごい似てるんですよね。あれがなんかロボットに変形するみたいな、そんな感じの商品っぽいですね。ここに書いてるイラストがちょっとデジモンっぽいですよねかっこいいね、こんな感じのロボに変形するみたいですね。いや、めっちゃこれ楽しみです。これ値段の方が4体入って15.99 ドルとなってました。で、これもね、あの恐竜からロボに変形するやつですね。レゴの恐竜みたいな感じのやつがロボに変形するようです。これもね、4種類入ったセットになってましたね。はい、くるっと回すとこんな感じですね。こちらお値段の方が、19.99 ドルですね。で、次にこちらですね。これはねどんなやつかねちょっと忘れちゃいましたでもなんかかっこいい、これベロキラプトルかな、なんかかっこいい感じでこうアーマーみたいなのセットされてますね。あ、これ首長竜かな、これもアーマーがされてる。アンキロサウルスね、アンキロサウルスにもアーマーがセットされてるっていうね、そんな感じの商品かなどんな感じかちょっとね全くわかんないです。そう、ケースの中にね大きなカプセルが入ってますね。この中に恐竜、どんな恐竜かわかんないんですけど恐竜が入ってるみたいです。2個入ってるやつで値段の方が 11.99 ドルとなってました。で、こちらがですね、卵の中に恐竜が入ってて、なんか卵がね光るみたいなんですよね。これ Amazon Japan でも以前売ってたんですけど、すぐに売り切れちゃって、いや僕ね欲しかったんですけど購入できなかったんですよね。で、Amazon USA の方では売ってたんで今回購入しました。こちら値段の方が 25.99 ドルとなってました。そう、サイズはね違いますけど、あのハッピーセットジュラシックワールドサバイバルキャンプの卵みたいなね感じになってて、すごい可愛らしい形になってます。で、次こちら大きいやつねめっちゃ不気味なんですよこれ。なんかね上の方手が出ててねディノアイスエイジって書いてあって、この商品ねいろんなのが出てたんでちょっとね買ってみたんですよ。なんかいっぱい入ってるようなことを書いてたんですけどね、卵ほんと大きいですからねこれ、これがね値段の方が 24.97 ドルとなってましたね。このサイズで25ドルぐらいって安いですよね。うん、どんな感じなんでしょう、めっちゃ楽しみです。で、これがさっきのとね同じシリーズになると思うんですけど、はい、こんな感じ、なんか卵がねいっぱい入ってますね。こちらお値段の方が 15.99 ドルとなってました。で、ちょっと後ろ行きまして、よいしょ、でこれもねさっきと同じシリーズのやつで、アイスレックス、大きな、なんか青色の、ティラノサウルスですかね。すごいね可愛らしい形になってますね。鼻水垂れてるで、卵があって、いやこれもねどんな感じで遊ぶのかねすごい楽しみです。くるっと回すと後ろはねこんな感じですね。だから卵を投げたらこう
卵からこう中のやつが出てくるとか、そんな感じなのかな、ちょっとわかんないんですけどね。あったんでね、本当にね、いろんな種類あったんで、これ今向こうで流行ってるんですかね。いや国内でまだ見かけないんで、いやすごいちょっとね楽しみです。で次はね、これちっちゃい箱になります。イラストはねかなりかっこいいんですけど、これはなんかあの恐竜のプレイセットみたいなやつですかね。ぐるっと回して、今回、どれ買ったかな、確かねトリケラトプスをね買ったと思うんですよ僕。これだと思うんですけど、スピノサウルスの A セットだと思うんですけど、あのね恐竜2体とあとね車とかね、あと、ちっちゃいパーツがついて、これ値段の方がなんと 8.69 ドルということで、いやこれ安いなと思って思わず買っちゃったんですよね。まあ値段の方がねかなり安いんでね、どんな感じのね、商品になってるのか、これも楽しみです。で残り2つ、こちらジュラシックワールドの商品になります。スティギモルクのこれね化石で、なんかこのパーツがあるんですけど、なんか動くようになってるようですね。はい、くるっと回すと、後ろはねこちらとなってます。組み立てが必要っぽいですね。なんか組み立てもすごい楽しそうな気がする。で値段の方がですね、こちら 15.75 ドルとなってます。で最後ですね、めちゃ大きな箱になってます。ジュラシックワールド商品ですね。こちらマテルの商品になってて、そう箱ねかっこいいね、モササウルスがいて潜水艦があって、でインドミナスレックスの骨ですね。こうインドミナスレックスの遺伝子を取りに来た時の、イラストですかね。これ箱ねすごいかっこいいんですけど、もうね届いた時くちゃってねなってて、こっちもくちゃってなってて、かなりへこんでるんで、中本当に大丈夫なのかなっていう感じなんですけど、開けてみないとねこれわかんないですもんね。でこちらお値段の方が一番高くて、143.99 ドルとなってました。かなり高いです。前にねこれどこかで見かけて、アマゾンジャパンだったかもしんないんですけど、その時高かったんで購入しなかったんですけど、今回ねちょっと思い切って買ってみました。で届いたのがねこのボコボコの箱っていうめちゃめちゃショックです。ということで今回はね、あの Amazon USA で購入した、恐竜商品の方、サクサクっとねどんなのを買ったのかご紹介したんですけど、いや面白そうなのねいっぱいありましたね。 Amazon USA で恐竜商品を検索すると、国内ではね見たことないような商品とかねいっぱい出てくるんですよね。そういろいろね欲しいのも出てきちゃうんですけど、ただね送料がね高いんですよ。あと関税かかっちゃうんで、送料だけでね今回2万円ぐらいしましたね。で全部入れて6万円ちょっとしました。本当本当にね高いです。僕ねたまにご紹介してるホットウィルとか、あとパウパトロールなんかも、あの国内では見たことないやつとかもね結構置いてたりするんで、また気になった方はよかったらちょっとね設定を変えて、Amazon USA の方でねちょっと、検索してみてもらえたらなって思います。今回サクサクっとご紹介した、商品のね、詳しい動画の方はまた後日撮っていきたいと思いますんで、よかったらぜひね、見に来ていただけたらなって思います。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとツイッターにさまやってますんで、説明欄の方に書いてるんで、よかったら登録の方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。